です。今皆さんが夢を持っていますか？夢を見るのは子供だけじゃない、大人こそ夢を見るべきではないでしょうか。ハッチンポッチの皆さん、それではどうぞ。沿道の皆さん、こんにちは。ハッチンポッチでございます。ただいまご紹介に預かりましたが、私たち来月11月のお祭りを最後に、活動しております期間限定のチームに変わっております。もうカウントダウンが始まっております。今回の東京よさこいも私たち大変楽しみに練習してまいりました。どうぞ楽しんでいただけると嬉しいです。それでは参ります。あなたの夢は何ですか？先の見えないこの世の中、夢が必要なのは大人ではないでしょうか。ハッチポッチ本部。
座らない。はっ、8ポチ0、ありがとうございました。ありがとうございました。8ポチの皆さんでした。ありがとうございます。それでは続いてのチームご紹介いたします。